2023年度の補正予算案で、防衛省は8130億円を計上し、その大部分を、鹿児島県の馬毛島へのアメリカ軍機訓練移転に伴う自衛隊基地整備に充てる予定との情報をキャッチしました。今回は、現在急ピッチで整備されている馬毛島の現状を詳しく見ていきます。馬毛島の整備費用は、もうすぐ1兆円を超えてきます。馬毛島の160億円がなんだか安かったように感じているの私だけ。野党の反対で大幅に遅れた馬毛島の整備計画、すべては野党が遅らせた結果で、現在の物価高騰の責任は野党側にある。ふう言い切った。防衛省は、10日、2023年度補正予算案に、防衛力や災害対処能力強化を目的として、総額8130億円を計上したと発表しました。鹿児島県西之表島毛島へのアメリカ軍機訓練の移転を伴う自衛隊基地整備経費として、歳出ベースで2684億円を充当して、係留施設や滑走路などの整備を加速させる見込みです。馬毛島は、ロケット発射基地として、有名な種子島の西 12km に浮かぶ島で、住民登録はされていますが、実質的には無人島です。用地買収問題などが発生したので、ご存知の方もいらっしゃるでしょう。馬毛島整備経費は、アメリカ軍再編関連予算3169億円の大半を占める金額となりました。契約ベースでは839億円で、環境調査や詳細検討なども含む12年度からの予算を積み上げていくと計8519億円にまで達したのです。24年度予算では一層の上積みも予想され、1兆円が間近に迫っていることになります。同省によると、工事の進捗に応じて年度内の支出分が増えたほか、人件費や資材単価の高騰で当初予算の見込みより多くなってしまったということです。基地の早期整備に向け、資機材の輸送力を強化するため、船を追加投入する経費にも当たるようです。防衛省が8月に発表した24年度予算概算要求では、馬毛島内で、最新鋭ステルス戦闘機 F-35B の訓練施設の整備を進めるため、約64億円を計上しています。都市近郊の基地や基地周辺に人家も多いので、どちらが先かという問題はスルーできませんね。騒音や基地活動と周辺市街の民生がクロスし、双方にストレスやトラブルが生じ、機能不全となる問題が増える状況が山積しています。そんな中では、このような無人島を活用したり、基地の再配置検討、国防戦略的な防衛基地のありさまを根本的に見直す事例になると考える向きもあるようです。日本の場合、列車や自動車で移動しても、町や人家が途切れることが大半とありません。よほどの僻地や山奥でない限り、人家の生活域が垣間見られます。日本の面積の狭さがネックですよね。国家の公共福祉や防衛政策といえども、取り組みとして、国民一人一人の生活をないがしろにしてはならないのは当然のことです。国民を守ることが国防ですよね。しっかりとした対策と保障をしてことに当たることが政府の責任なのは言うまでもないでしょう。離れ島、無人島を活用して、広大な EEZ、排他的経済水域、エクスクルーシブ、エコノミック、ゾーンを保守管理、及び国土防衛を兼ねることにすれば、補給や兵站などに課題は残りますが、解決のアイデアや対応技術力は多種多様に存在しているのではないでしょうか。いずれにしても、国土防衛の前線基地が必要ということは、間違いないという意見も多々あります。沖縄県、鹿児島県近海では、10月から11月にかけての1ヶ月間にわたり、いつにも増して、中国軍の艦船、航空機などの活動が活発化しました。またかよ、といった感じですが、中国の艦船は、10月1日フリゲート艦2隻が、沖縄本島と宮古島の間の海域を航行しました。1ヶ月後の11月1日には、同じ海域を、駆逐艦1隻が航行し、翌11月2日には、フリゲート艦2隻が鹿児島県奄美大島沖を航行したということです。
一方の航空機ですが、戦闘機、爆撃機、偵察機などの活動は100回以上でした。その内容としては、スホイ 30MKK、スホイ 35S、J10C、H6KILO、Y8、Y8J などの機体が確認されたそうです。多種多様な航空機を飛ばしたものですね。常日の活動はどれにしても、日本領空や領海を侵犯したものではありません。しかし、中国は、軍事力増強を背景として、日本の周辺海域で活発に活動していることは、事実として受け止めなければならない状態でしょう。中国の艦船、航空機が、日本の周辺海域で、活動を盛んに行う可能性は、残念ながら今後も高いでしょう。中国は、アメリカとの軍事バランスを重視しているので、将来的にも、太平洋地域での存在感拡大を図っていくことは容易に予想できます。最近、新型 FFM フリゲートマルチパーパスマインウォーフェア多機能護衛艦12隻の建造期間を5年に短縮するとか、アメリカから巡航ミサイルトマホークを購入する予定など、驚く速さで、矢継ぎ早に防衛を強化しようとしていると感じます。なんでこんなに急ぐのか、本当に必要なのか、何より金はどうするのかなどと疑問が浮かんでくるのは筆者だけではないでしょう。民間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNI、US ナバルインスチュートの発表によると、日本最大級の軍艦が2024年 F-35B ライトニングに戦闘機を運用するための一連の試験を受けるため、アメリカ東海岸に来航するということです。この発表は、2023年11月13日のことでした。USNI が言っている日本最大級の軍艦というのは出雲型護衛艦のことです。2023年11月現在、2番艦加賀の飛行甲板形状が一新され、必要な改修が行われた状態で、試験航海などの実施中とのことです。日本側の視察団、海上自衛官と航空自衛官で編成は、すでに10月末、アメリカ東海岸で、大西洋沖を遊翼するイギリスの航空母艦、空母プリンス・オブ・ウェールズ上で、F-35B 戦闘機の運用試験を視察したそうです。ちなみに、遊翼とは、艦船が、水上をあちこち動き回って敵に備えることの意味ですから、イギリス皇太子の勲章をつけたこの艦は、ただのんびり航行していたわけではなく、しっかり仕事もしていたというわけですね。USNI によると、プリンス・オブ・ウェールズの試験と同じ海域で、空母化改修が、済んだ出雲型護衛艦も、F-35B 戦闘機の運用についての各種試験を行うと述べています。この F-35B 戦闘機については、実戦配備する際には、複雑な手続きが必要で、その中には、はるばるアメリカへ行ってテストを受けなければならないという縛りもあるのです。時間と経費がかかるし、戦闘機にも高額を支払うのに、そんな面倒なことをしなければならないのかとイラついてしまいますね。日本政府並びに防衛省は、2013年平成25年以降、海地が保有している出雲型護衛艦2隻について空母化を進め、合わせて垂直離着陸可能な F-35B 戦闘機の導入も計画しているのです。F-35B は2023年現在42機程度の購入が予定されています。そして運用するため飛行隊を航空自衛隊に新しく編成し、宮崎県新富町のニュータバル基地に配置することも公表しています。前述のイギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズですが、アメリカ東海岸での各種テストの中では無人航空機による試験、アメリカ海兵隊との合同訓練も行っているそうですから、もしかしたら同じようなテストを出雲型護衛艦でも実施するかもしれないとも考えられます。上記説明の通り、空母加賀はすでに必要とされる空母化作業は完成しており、運用テストも最終段階を迎えたということです。現状の空母加賀は、造艦上の各種検査をしているのですが、最終的には、電子機器のテストが終わればアメリカへと向かうことになると見られています。数年ほどの短い期間、あっという間に日本が空母2隻を改造したという能力には世界各国も驚いているに違いないと考えます。
何と言っても、艦艇建造や改修工事の平均的工期と比べると短いのです。また、この2隻が揃って艦艦式に参加することを想像しただけでもワクワクするという声を聞きます。そういった人たちによると、加賀も伊豆、モモ空母としては、中途半端な感じがするんだそうです。例えば、戦闘機が着艦できるスペースがすごく狭かったり、船体の大きさの割には、戦闘機の格納数が少ないなどと不満を感じているようです。今後建造すると思われる空母は、そういった不備を改良してほしいと願っているんだとか。